こんにちは、しょうこです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は嬉しいお知らせがあります。なんと来月の10月5日に本を出版することになりました。ありがとうございます。表現者さんから本を出版させていただくんですけども、本のタイトルは生きるという本になっております。最初このお話をいただいた時は、嬉しい反面、正直めちゃくちゃ不安もありました。私が本を書いて誰に届けられるんだろうとか、やっぱね、誰が読みたいのかなとか、そう、やっぱね、嬉しいけどそういう不安もあるじゃないですか。だけどこんな嬉しい機会ってないと思いますし、自分の本を出せるなんてもうこんな経験できないなと思って、本を出版するということに挑戦させていただくことになりました。はい。で、これも普段こう支えてくれる人がいるおかげだったり、こうやって YouTube を見てくださる皆さんがいるおかげで、この本出版っていうことにつながったので、本当に感謝してます。ありがとうございます。で、今回、本を書くにあたって、自己からこれまでのストーリーを中心に書かせていただいたんですけども、やっぱりこれまで過去を振り返ることはあっても、こう自分だけで振り返ることがあったんですね。だけど、本を書くっていうことで、やっぱりそこでなんかこう間違ったことを話せないなって思って、自分の記憶がこう書き換えられてないかなとか、ちょっと不安になって家族に話を聞いてみたんですね。で、そう、あの時どうだったとか、事故に遭った時の両親の気持ちとか姉の気持ちとか、今回弟に話聞いてないんですけど、そうやって家族に話を聞いてみて、で、実はね、その時こうメモを書いてたんだって言って、父親がメモを見せてくれたりして、で、それを見てなんかこうもう込み上げてくるものがあって、あ、こんな風に思ってたんだとか、もうなんかね、初めてこんなに深く事故に遭った時をのことを振り返ったなって思ってます。はい。で、姉にも話を聞いて、そんな風に思ってたんだとか思って、本当に家族の存在って偉大だなって思いながら執筆をさせていただいております。はい。あまり話すとね、あれなので、あとは本を見ていただけると嬉しいんですけども、私は最高の一冊が出来上がったと思ってるので、もう皆さんそれぞれにその本を見て、こう、なんだろう、何か、思っていただける内容になってればいいなっていうふうに思っております。で、表紙のね、デザインも今回私が担当させていただいて、写真はふみやさんが撮ってくれました。これも早朝からクレートメンバーも集まってくれて、サポートしてくれて、もう素敵な写真が出来上がったので、本当にたくさんの人の支えてか協力があって、この一冊が出来上がりました。で、中身ものリハビリの写真とかもあるんですけども、これも普段からお世話になってるコウタさんっていう方が写真を撮ってくれて、お二人とも無償で撮影してくれて、本当にもうありがとうございます。はい。で、出版社さんとも本当に何度も何度もやり取りして、何度も何度も書き直してを繰り返して、本当にお互いが納得いく形で出来上がったと思っております。でね、まだね、私の手元にはね、まだ来てないんですけども、来てないので実際の実物をまだ見てなくて、すごい今ドキドキしてる状況なんですけども、こうやって皆さんに
本を出版しますというお知らせができる日が来てすごく嬉しく思っております。はい、で正直この本を出版するっていうのを家族とか友達に話してもうすっごく喜んでくれて、もうそれだけでなんか満足しちゃってるんですけども、せっかくねこうやって頑張って思いも込めて書かせていただいたので、一人でも多くの人にこの本を手に取っていただけると本当に嬉しいです。はい、なのでね、ぜひ買って読んでいただけると嬉しいです。で発売は10月5日なんですけど、もうね Amazon のページとかも出来上がってて、そこで予約ができるので、ぜひぜひ予約をしていただいて、手元に届くのを今かと待っていただけるととても嬉しいです。はい、でまあね、もし Amazon とかでね買えたら、あれでしょ、レビューとかも多分書けると思うので、辛口も受け付けるので受け入れるので、ぜひね、皆さんの感想とかもね見てみたいな、読んでみたいなっていうふうに思っております。はい、ということで、伝え残したことはないかな、うん、ないです。ぜひこの動画を見てくださった方、拡散してくれると嬉しいです。はい、頑張ったので、一人でも多くの人の手元に届きますように。はい、ということで今日は本を出版しますという嬉しいお知らせでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。おはようございます。おはようございます。本日は今日は8月3日、はい、本の表紙の撮影にやってまいりました。はい、えずこでーす。えずこ、あ、にとちゃん、お久しぶり、とちゃん。おはようございます。おはようございます。まだ日が上がってません。かわいい、めっちゃ久々。覚えてる？もちろん。めっちゃ濃くなる。こっちに文字を入れるか、左に入れるかだけど、前を向いてる感じならこっち。